ラウニモルベルイは、フィンランドの映画監督。1929年、フィンランドのハメンリンナに生まれた。1963年、監督としてフィンランド国営放送向けに映画を制作。1985年、30年前にエドフィンライネが制作した、地獄の最前線をリメイクした若き兵士たち、栄光なき戦場を制作し、 カンヌ国際映画祭でも上映された。モルベルイの作品は来年のものと同じストーリーであったが、モルベルイはカラーフィルムと無名の俳優たちを使ったという違いがある。モルベルイは40代になるまで映画向けの作品を監督しなかった。1974年に行われた各国の国際映画祭で前年に制作されたマーオン・シンタナン・ラウルルが大きな反響を呼んだ。 フィンランドで最も物議を醸した若手小説家ティモ・ケイ・ムッカの作品を元にした。この作品はとんでもないパワーと本物の感動で評論家も観客思いとも簡単にアジェントさせたなどの評価を得てフィンランドの映画史において最もヒットした作品の一つとなった。しかし、こうした評価にもかかわらずフィンランドの国家映画委員会はこの傑作を徹底的に排除し 国際的評価に反して、英語字幕のない DVD を販売するにとどまった。2007年10月11日、白血病のため亡くなった。ありがとうございます。